じゃあ、かけるという字ですね。まず、加えるという字を上に書きます。少し右へ。斜めに降りてきて抜いたら、中心を狙って右の線に平行に近い感じで。そしたら、もうこの肩の辺からですね。少し横に広い口。で、閉じたら、この上の部分がちょうどこの木の横棒に乗っかるようなイメージの、ちょっと長く書きますね。そしたら中心から縦を持ってきて、少し残る感じで45度、45度で払っていきます。